まだやります。ウーバーイーツです。最近ですね、テレビ見ててですね、すごい腫れ立ってましたね。なんか、ウーバーイーツの店員がですね、トラブルを起こしてラーメン店と、ラーメン店に殴られたんですよ。それでね、コンビニティーターがね、それまた腹立つんですよ。そいつがなんかね、なんていうかな、ウィルソン。なんちゃらウィルス、吉田。吉田ウィルスね。吉田ウィルスよっしゃ。しかもね、吉田ウィルスさんみたいな、外資変なね、偉そうな外国じゃない。しかもね、そうね、キャリア。キャリアがね、テロップに乗っててね、フォーブスジャパンに選ばれるって、選ばれた。で、なんていうの、シアトル大学卒業、マサチューセッツ、なんちゃら、ね、企業に就職率、ね、それもうその時点でめちゃめちゃ違うじゃないですか、身分が。エッセンシャルワーカーって言って、ね、エッセンシャルワーカー必要ですって、ね、お前ウーバーイーツやれよと。別に、ワーカーって言うんだったら、お前ウーバーイーツやれよと。絶対やれないですよ。ジェラスにね、コメンテーターでね、喋ってね。もうそれで全然、意味が全然違うんですよ、もう全部。で、それでね、入ってジジイがね、こうやってこっち見とって、俺でしょ、後ろに。あ、てか、ジジイが。あいつの思って、